皆さんこんにちは、東北ゴールデンエンジェルスの加野です。今日はステージやフィールドで日頃からパフォーマンスしている私たちならではの簡単で崩れにくいヘアアレンジをご紹介していきたいと思います。運動するときにはぴったりですので、この動画を参考におうち時間を活用して練習してみてくださいね。ヘアアレンジの拘束がある方は拘束の範囲内でやるようにしてください。今回はどんな長袖もできるヘアアレンジ編ということで、このメンバーに来てもらいました。どうぞ。こんにちは、ほずみです。よろしくお願いしますそれでは早速ヘアアレンジ講座スタート。まずは櫛を使って分け目をなくしていきます。この辺から丸を描くように後ろに持ってきます。そしたら手ぐしで整えていきます。バランスを見ながらギュッと持ってもらって、ゴムで結んでいくんですけど、私たちエンジェルスは崩れにくいのを重視しているので、小さいゴムだと2本使ってやります。で、それでも崩れちゃうなっていう方は、こっちの太いゴムを使っても大丈夫です。普通に結んでいきます。こんな感じでできたら、ここを押さえて引き出していきます。前からバランスを見ながらやります。結構細かく取って引っ張れるといい感じに引き出すことができます。で、今ここの白いところが見えちゃうと思うんですけど、ここも隠せるとより抜け感が出て可愛くなります。はい、そしたら今日のポイント、このゴムを隠していきます。隠すときはゴムを1本取ってもらって、下から髪の毛をちょっとだけ取ります。ぐるーんと一周回ったら、ここにこの毛を入れます。こんな感じでゴム隠しすることができます。そしたらあとは三つ編みをしていきます。そしたらまた小さいゴムを使って結びます。できたらここを引き出します。大きい方が可愛いです。最後スプレーを使って溜めていきます。これで完成です。いかがだったでしょうか。簡単で可愛いヘアアレンジができちゃうので、皆さんもぜひやってみてくださいね。